今回はこちら、アウディ e トロンスポートバッグをテストドライブした模様をお送りします。で、まず見かけは SUV で、なんかかっこいい SUV に見えます。で、ちなみに電動機を言いますと、形式が ESEAW でございまして、定格出力が 165kW で、最高出力が 230kW で、トルクが 540kW です。で、詳しい馬力まではわからないのですが、でもかなり強い走りをしました。すごい面白かったです。これがコクピットで、とっても未来的で、なんか革新的なコクピットだと思いました。で、フロントドアの全部にこのようにサイドモニターで後部を確認するようになっております。これもまたとっても変わった感じで面白かったです。で、レクサスの ES だったかな、それもサイドモニターになっておりますね。で、今回のこの e トロンはとっても足回りが強くて安定した走りでもって快適な走りをしています。それが僕個人的には非常に好きなところですね。最悪っといや。ホイールにちょっと曲がり気がありますので、わかりました。これか。OK です。大丈夫です。よろしいですか。じゃあ、お乗りいただいて。オーケーです。そうです、電動で。はい、ではこれだ。そっか、これミナーのあれがいらないんだ、これは。ああ、怖かった。おお、今回運転するこのマシンが、うわ、随分うるさいな。アウディの e トロンスポートバッグです。アウディ初の一応電気自動車。道幅狭いから、まあどうしてもやかましくなるのは仕方がないのかなと。いかんせん狭い。
そ300メートル先、ネズミ術館前を右手前方向です。まずこのイートロン気になったのはやっぱり車重ですね。約 2.5 トンあるのかな。まあ車重重いのは今はまだしょうがない点なのかもしれない。テスラのモデル X とか、あとメルセデスベンツの EQC400 もそのくらいの車重あるから、うん、まだしょうがないって感じ。右に曲がる。右手前方向です。およそ300メートル先、南ニューヤの6丁目も左方向です。詳しい馬力の数値はまだちょっと分かんないですけど、なんか馬力も強そうな感はある。ちなみにまあエンジンは当然ながらないけど、でもなんかかなりパワーある走りはしそう。この信号を左方向です。ルート的には直進車線です。前回 RS4 乗った時と同じルート。直進車線です。なんだっけランプ名。あ、でここで首都高の入って渋谷線か。で、それから新宿線行って外苑で降りる。この先渋滞、追突に注意してください。到着しました。およそ1キロ先、左方向です。霞ヶ関方面、首都高速都心環状線です。すごいな、イートロンすごいぞこれ。足回りも強いぞこれ。およそ700メートル継ぎ目が、継ぎ目のこのガタンガタンがほとんど揺れない。首都高速都心環状線です。ご注意ください。およそ500メートル先、ただまあちょっと交通量は多めだけど、でもこの走りはすごい。音もなく急になんかスッと加速する感じ。左方向です。霞ヶ関方面、首都高速都心環状線です。およそ1キロ先、斜め左方向です。前なんだっけ、逆の方を RC レクサスの RCF で走った時、この継ぎ目のガタンガタンがちょっと気になった点はあった。およそ700メートル先、斜め左方向です。
本当にこの継ぎ目のガタンガタン気にならないのは非常にいいな。乗ってて快適。この先合流付近渋滞、合流時は譲り合いをお願いします。斜め左方向です。ああ詰まってるか、都心環状線。しょうがねえな、こういう場合は。およそ800メートル、パドルシフトプラスのボタンを押して若干回生ブレーキを強めにする。でないとちょっと怖い、こういう渋滞は。でちなみにこのパドルシフトの意味、回生ブレーキの強さを調節する意味でパドルシフトがあるという。その点はメルセデスベンツの EQC400 と同じ感じ。前になんかサイレン回してる車がいるな。まあこういうふうに渋滞するときはなるべく車間距離を取った方がいい。本当に車間距離詰めると怖い、危なすぎる。左方向です。新宿方面首都高速4号新宿線です。この先3キロ道なりです。外苑まで3キロ、アバウト3キロってことだな。この先も渋滞中、引き続き注意して走行してください。護送車か、護送車がいるんだな。右から合流があります。スピードにご注意ください。あーダメだ、まだ護送車がいる。本当はね、もう少しだけスピード出して走行性を確かめたいんだけど、ちょっとな、護送車が2台いる。ちょっと残念。これは
およそ700メートル先、外辺出口を斜め左方向です。その先、北青山方面です。で、外縁の出口ってすごい間違いやすい、初見殺し的な間違いをする。200メートルってすげえ短いなと思う。外縁出口を斜め左方向です。その先、北青山方面です。およそ200メートル先、北青山方面です。およそ700メートル先、経由地に到着します。でもなんか思ったことは、この 2.5 トンを感じさせないな。経由地に到着しました。およそ800メートル先、右方向です。およそ700メートル先、右方向です。で、ここ結構路中が多いんだよな。ちょっとこのカーブ怖いな。なんかあの RS4 結構無茶なことやるな。およそ300メートル先、右方向です。その先、右方向です。その先、もしかしてアクセル離したら一定時間全くスピード落ちない感触か。右方向です。その先、右方向です。その先、経由地に到着します。いいエンジン音だね、 RS4 も。今なってもおよそ900メートル先、右方向です。
さっき左に曲がったとこまで900メートルもあるんだ。つまり青山霊園の一帯って結構広いんだな。およそ700メートル先、右方向。おお、出すね。でも前が遠いから結局こうなるんだよ。確かこのゼブラゾーン踏んでいいらしい。この信号を右方向です。その先経由地に到着します。経由地は左側です。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ。登録。みんな待ってますよ。